してますか？健康を維持するためにはやっぱり運動が一番。運動すれば必要なエネルギーを作り出そうとミトコンドリアも活性化するんですよ。知ってました？特に体全体を動かして多くの酸素を必要とする水泳などの運動ではミトコンドリアも一層活性化しちゃうんですって。じっとしてる時の多分6倍から8倍ぐらいのエネルギーを使ってますね。要するにそれだけミトコンドリアもじっとしてる時の6倍から8倍ぐらい頑張って活性が上がってる状態になってます。実は運動を続けるとさらにいいことが。なんとミトコンドリアの量も増えるんです。ミトコンドリアの量が多い、そして活発な人は元気で体力もあって、おそらく質の高い生活が送れる人だというふうに言えるだろうと思います。